安保法制について、安保法制公開、先日まで行われておりましたけれども、その中央公聴会で、口述人として、ご登場され、この安保法制を強要した者たちというのは、いかなる意味でこの法費なのかと、まあ、タイトルもついておりますけれども、法費という言葉を使って厳しく批判された、弁護士にして元最高裁判事、浜田邦夫先生に今日はご登場いただいております。たっぷりお話を伺いたいと思います。ということで、浜田先生、よろしくお願いいたしよまろしくどす。うぞ。もう浜田先生、すごくこの、活発にですね、お話をされてたんで、まだまだお若いのかと思いきや、まあ、失礼ながら79歳。そうですね。お元気ですよね。戦後70年で終戦時に9歳でしたから。終戦時9歳。はい。戦争を知ってる多世少代です知ってる世代ね。です。でも本当にお元気です。1960、簡単にご紹介したいんですけど、60年に東大を卒業されてるんですけど、まあ、その前に在学中にもう司法試験を取っちゃってる。やっぱりこの司法試験を取ろうと思ったっていうのは、弁護士になりたいと初めから決めて、そういうふうに行かれたんですか？いや、そういうわけでもないんですが、私の父親は東大の機械でのエンジニアで、まあ、経営者ということで、それから3人男の兄弟の私が一番下で、兄2人がちょっと離れてますけれども、まあ、兄2人が5つ6つ離れてたんですが、それぞれ会社に入って、まあ、父親とかその兄2人を見ててですね、これはどうも宮遣いというその会社という組織に入ってというのはなかなか大変だなという漠然とした感じがあったのとですね、大学に入った頃は外交官志望というか、英語を使ってそういう国際的な場面で活動しようという希望があったんですけれども、まあ、いろんな事情で、それをやめたんですが、これは大変正解であったと今となってみれば思います。それでいざ4年生になって、それと2年の後半から東大の法律相談所という、まあ、学生とそれから教授の指導のもとに一般の法律相談を受けているという、そういう活動をしてたこともありまして、司法試験というのをまあ、先輩の指導で、その頃塾なんてなかったですからね、その受けてみようかと、はい、いうことで、他に、公務員試験とか会社の就職試験とか、それを一切、受けずにですね、司法試験だけだったんですけれども、たまたま通りましたので、よかったとは思いますけれども。さて、実は、浜田先生、ご自身のホームページで、いや、ホームページじゃないんだけど、ホームページじゃないですか？ホームページないの？ホームページには出してないじゃない？あ、そうなんですか。はい。じゃあ我々のホームページには出してるんですよ。そうですか。はいはい。もう転載させていただいてるんですけれども、はいはい、IWJ のホームページご覧ください。はい。10月2日、弁護士浜田邦夫としてですね、はい、浜田邦夫のマニフェストというものを書かれてるんですよ。これはどういう思いで書かれたんですか？これはまあ、たまたま民主党の推薦ということで、はい、中央公聴会で、はい、公示人という形でですね、はい、私なりの、まあ、パフォーマンスというか、随分、言いたいことを言わせてもらったという、はい、感じがあるんですけど、結局法律が、まあ、強行採決的に通ってしまったと。しかし、まあ、これは弁護士会の人たちもそうでしょう、他の私立もそうだと思いますけど、この運動をいろいろ盛り上げてきた人々の間で敗北感っていうのは全くないですね。これはもう次のステージの始まりだということでですね、もうこれで、物事は終わりということじゃなくて、これから本当に新しいその民主主義というものを作っていくということで、もちろん法律問題、憲法問題とかですね、いろいろな法律上の問題もあって、それはまあ訴訟ということももちろんありうるわけなんですが、慶応の小林先生たちも用意されてますので、それはそれとしてですね、時間がかかるわけですね、最高裁まで行った場合にですね。
で一番やはり手っ取り早いのは、これはやはり長谷部先生、小林先生、とお二人が外国特派員協会というところで、はい、私もまあ、アソシエイトメンバーということでずっと長いこと入ってるんですけど、この問題で話された時に、この問題は安倍内閣を倒す頭角運動をするしかないんだということをですね、憲法の先生がおっしゃったというのは私も非常にびっくりしたんですけれども、つまり主権者たる国民が6割以上が今国会で、通すべきではない、まだよく分かんないよと言ってる中を強引にですね通ったと、はい、いうことについて の対応する方策というのは、やはりその主権の行使という形で、まあ、来年の参議院選挙、それから衆議院選挙、はい、まあ、これちょっといつあるか分かりませんけど、いずれにせよやはり政治の場で、そういう国民の声を自分たちが反映するような運動をしていこうと、なるほど、いうその雰囲気というのがあるわけですね。まあ、安倍総理大臣はやり済んだということで2日続けてゴルフして、それでお墓参りしてやりましたということで、はい、次はその経済問題ですと。でもそもそも安倍内閣ができたのは、民主党の政権がまあやはりあまり客観的に見てもあまりうまくやらなかったということもあるし、日本経済を何とかしてくれというその経済を立て直すというところが国民が付託したその安倍政権の期待だったんですね。期待本筋だったのがですね、うん、戦争をできるようにするというのがですね、いつの間にか、まあ、去年の7月1日の、まあ、閣議決定からそういう動きになってしまったということは、うん、やっぱり筋が違うんじゃないかということ、 それで、まあ、これを作ったというのは、つまり、どういうふうに動くかって私も分からなかったんですけれども、まあ、私の主張というものをコンパクトにまとめて、一応その、まあ、民主党維新の維新の会でしたっけ、あれは維新、はいはい、それから、まあ、共産党の方々には参考ということで提供はしてますけれども。そうですか、はい、赤旗に全文出てると思いますね。あ、そうですか、はいはい、そしたら国民連合政府の構想をの後ですね、はいはい、出された C さん出されましたよね。そうです、私昨日 C さんに会ってきたんですけど、そうです、昨日1時間半ほどインタビューしてきたんですが、はい、そのじゃあ共産党の呼びかけ、みんなで、野党が一緒になって、あるいは野党だけじゃない個人もこの諸団体、も一緒になって、運動を起こし、そして政権をひっくり返そうという呼びかけに対して、ある意味こうするような形で、じゃあ私のマニフェストをはっきりしようと、そういうそういうことですね。ですから、まあ、自分のホームページっていうのは持っていないんで、フェイスブックはやってますけど、これも、まあ、あまり活発にやってないんで、まあ、とりあえずこういう、まあ、テレビ朝日の報道ステーションでこの問題について、まあ、いわば公的発言をしてですね、それから日弁連と学者たちの共同記者会見とか、あれ8月の末でしたかね、はい、あそこでも発言をさせていただいて、はい、それでその参議院の特別委員会の、まあ、口述人ということで、うん、そういうそのパブリックな発言をしてきた立場としてですね、法案が通った後どうするかという時に、やっぱりこれをやろうよと。それでそれがその安保法制だけの問題じゃなくて、うん、やはり日本の社会というものを自由でその生き生きとした、うん、その日本の社会、平和な、そしてその美しい日本って、これは安倍さんのワーディングだったと思うんだけれども、うん、それも皮肉ですかね。ちりばめたんですけど、でも私本当に美しい日本、はい、今のままいくと美しくない日本の社会になってしまうという感じがありますよね。それからこの抵抗勢力って、これはちょっと小泉内閣のやつを拝借したんですけれども、はい、さらにこのもう一つあるその逆コースというのがあるんですが、はい、これはもうちょっと若い人はね、覚えてないと思うんですが、歴史で習うという、そうそうそう、でそういうものをこうちょっと散りばめてあるんですけれども、
これ一回読みましょうかね。はい、私が読むでもよろしいですか。あ、どうぞどうぞ、はい。じゃあ、先生のマニフェストですけれども、自由で平和な美しい日本を守ろう。抵抗勢力は知的なものに反発し、これを圧迫し、人の尊厳を犯す言動をし、また幻想を追って自らの、そして世界の現実を冷静に見つめることを拒否する人々だ。第二次世界大戦終戦後70年で日本が築き上げてきた自由で豊かな社会、ユニークな国際的信用を大きく傷つけてはならない。この抵抗勢力が辿っている戦前の暗黒の日本への逆コースを阻止しよう。そのため言論の自由、学問の自由、そして憲法と法の支配をあくまでも守るためにみんなで立ち上がろう。素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと今人がいないんで私しか自分で読んで自分で拍手してるんですけど、まあ、素晴らしいですね。口述人としてもその日本の政治家にですね、はい、その知性と品性と、はい、それから理性を、はい、まあ、望んだわけなんですが、はい、いろんなところでその他言ってる、私が言ってるのは、そういう政治家を選ぶ日本の国民の方も、うんうん、このやはり知性と品性と理性をですね尊重してほしいということを言ってるんですが、後者はあまり報道されないんですけど。しかも口述人としてお話になった時には、せめてその振りぐらいしてくれっていうふうにおっしゃってましたですね。それは国際的なやはり、通用性というか納得性というのは、つまり、うん、その単にその昔の日本は良かった、日本の、はい、その家族的なのがいいんだという、その論理にならないようなものは世界的に国際的には通用しないわけですから、国際的な形でアピールをするということであればですね、せめてその振りぐらいはしてよという強烈ことなんですけれども、爆笑しちゃいました。まあどこの国の政治家もそうですけど、その振りがうまいんですよ、アメリカとかヨーロッパは。日本はそれだけ正直だっていうんです、うん、正直の上に何かつくような感じもしますけどね。バックがつくんですね。下びた、まあ、自分を下びたまんまに表しているという、そういうのを受けちゃうところも確かに日本の風土にあるかもしれませんね。抵抗勢力というのはこの場合はもうズバリ安倍さんのことをおっしゃってるんでしょうか、あるいは安倍さんを支持するような諸勢力および人々っていうようなことなんでしょうか。そうですね、まあ、安倍さん自身の問題に端を発してますけれども、そういう安倍さんの独走独裁を許すような自民党、また公明党という政治家、それからそれにその理論的と言えるかどうか分かりませんけど、サポートしようとするまあ御用学者、はい、それからまあ今は亡き法制圏内閣法制局と素晴らしい、今は亡き内閣法制局、それとそのやはりそのそういった安倍さんが振りまく幻想をサポートしたいという現実を冷静に分析しようという態度ではなくてですね、反対するものは左翼だと、全部反日は左翼だ、反対するものはその非国民だと、うん、まあ、私 の、 YouTube でちょっと見ましたけれども、私に対するコメントが激左翼、激左翼、無国籍者というのが出てまして、はいはい、びっくりしたんですけど、ええ、私は60年安保の時にもタモさんが、関保美智子さんが亡くなった現場50メートルぐらいのところにいましたけど、司法修習生ですから捕まるとやばいからね、突入はしなかったんですけど、で今でもずっと一般学生ではなく一般市民のつもりですから、私が極左だったら昔の左の人はどこ行っちゃったんだという感じもするんですが、それから無国籍者っていうのはつまり戦前で言った非国民ですね、だから左翼という言葉が昔の赤ですね、はい、ですから自分の気に入らないことを言う人は全部その赤で非国民だったというその戦前の社会にもう半分というかですね、もう戻ってきているという現実があって、それではならずと、まあ、あと何年生きるか分かりませんけど、最初は孫のためって言ってたんですけど、はい、やはりこの余生自分のためにもですね、そういう社会に、余生を送るっていうのは耐えられないと、いうことで、これはどこという呼びかけの相手を特定してるわけじゃないんですけど、広く志を
お泊りする人たちに呼びかけているということなんです。じゃあこれはまあ、多くの偉い人が、ね、何か呼びかけるのはじゃあそれは政党であったりしかるべきこう知識人に向かって言ってんだろうなっていうふうに思っている多くの一般の庶民の人たち、そうじゃなくてそういう庶民一人一人に向かっても先生呼びかけてるつもりでいらっしゃるんですね。これはそうですね、でこの根術人の、まあ発言というのも私もそういうことを狙っていってたわけじゃなくて思うままに言ったわけですが、うん、先生なんと、なんか用意してた原稿忘れてっちゃったっていうさっき秘話聞いてびっくりしたんですけど、原稿持たないで行っちゃったって あらっつっていやまあレジュメですけど、それで私の配偶者に電話で項目何だったっていうのを確認しまして、でもそれだけまあやっぱり身についた自分の言葉で言えたってね、かえってよかったというふうに思いますけれども、そのあれを、まあ、見たり聞いたりした友達や知らない人たちがですね、うん、よくぞ言ってくれたとかですね、ありがとうとかですね、やはり、そういったテレビとかそういう新聞、まあ、それから朝日新聞の、まあ、天聖人語というコラムでも取り上げられて、していただいたりとかというで、やはり私がその参議院特別委員会で口述したこと、それからまあ一連の私の言動というものがやはり心ある人には届いてるなと、うんうん、ですからその人たちにその届けようというメッセージです。あ、そうですか、嬉しいですね。先生はもうなんていうか、もう知的にこうちょっと雲の上の人だと思ってらっしゃる人はたくさんいると思うんです。